どうもです。制作が空いちゃったもんで急にいろいろ増えてるけど気にしない。動画はボス3連戦の2戦目からですね。土雲、今までのはちょっとアリっぽかったけどこれは割と雲感があるね。強いんだけど正直1匹だからジグモ戦の方が苦戦する。回復さえ残ってればって感じですかね。そういえばこのゲームって RPG だったんですか。てっきり物件を買うボードゲームかと思っていたのですが。桃太郎電鉄が有名になりすぎちゃったからよく言われるけどね。 RPG の桃太郎伝説ってシリーズが先にあって、それのスピンオフがみんな大好き桃太郎電鉄だ。スーファミ世代だとあまり存在知らないですよね。パッケージも意外と地味だしね。道理で知らないわけですね。非ゲーマーならしゃあない。ちなみに今までにどんな RPG をプレイしてきたのです？キングダムハーツとかですかね。キングダムハーツ？え、何か変なこと言いました？意外と我々よりもゲームに詳しいかもしれないな。それは断じてないです。かなり自利品で耐えましたが大丈夫ですか？大丈夫だと思う。そしてボス戦に勝利すると人気度が上がるよ。まだまだ長い道のりですね。そしてブラが青鬼だけどボスだよ。最初のボスが3連戦なんてずるいですよね。私ならここで挫折してるかもしれません。私の代わりにゲームプレイしてほしいなと思いつつ、結局私がやることになるんだよな。ってことで妖鉄ですね。やっぱりジグモの方が強いって感じですかね。こいつダメージのでかい全体攻撃使ってくるんだよ。ボスやな。見た目はあまり鬼っぽくないですね。妖怪は種類がめっちゃ多いけど鬼のレパートリーって意外と知らないよね。鬼は鬼ですからね。攻撃力は意外と高いんだけど全体攻撃を打ってこないから単調な殴り合いになってるよ。こんなところでいい乱数を引いてる。順調ですね。ガチプレイしてる時だったら全然ありがたいんだけど動画としては見せ場がないよな。相性が悪いですね。おっと倒せた。やったぜ。実機プレイだとここで倒しても次の村まで持ちこたえないといけないのがきついんですよね。そうなんだよ。人気度が3も上がった。もっと上がってもいいと思うよ。ネズミの代表がお礼を言いに来るけどよく鬼を避けられたな。きっとネズミは相手にしないんですよ。おむすび村ができるんですね。光の速さで完成するよ。本当光の速さですよね。結局どこに行くのかはさっぱりわからないけど道は北に続いてるから北に行くよ。目的提示されないんですよね。そして光の速さで村が完成する。本当に早かった。そんなに早いなら待たせてもらいたかったですね。黄色の鬼、雷気が出現。書いてあるけどそう読んだんですね。カラバリが可愛い。こいつは稲妻を打ってくるよ。頻度は高くないですけど雨の時とかえげつない攻撃を受けることがありますよね。トラウマになりそう。このゲームは個性豊かな敵が多いからそういうトラウマ多いよ。そして敵のアイテムドロップはつづらに入ってる。おとぎ話っぽくていいですね。たまに敵が入ってるんですよね。いやらしいんだよな。ということでスズメの宇宿市に到着。ナンバリングなんですね。こういうところもいいですよね。元ネタは下斬りスズメだけどあれもかわいそうな話だね。名前からしてすでにですからね。ホテルニューイソベ。お主まさか群馬県民か？ってことで強い武器が売られてるから装備を整え。武器の名前がかっこいいですね。おむすび村を見に行くよ。運にと手間。新しい敵だ。人玉は大きくなると攻撃力と防御力が2倍になる。確か雨が降ったら弱くなった気がするな。地虫は呪ってきたり状態異常技をかけてきたりする嫌なやつだ。人玉って金丹仙人あたりですでに出現しますよね。今回はなぜか出なかったけどあのあたりのレベルだと辛いんだよね。強くなってる。おむすび村に戻るついでに抜け出し仙人に会いに行くか。このゲームのダンジョンって基本的には通り道を兼ねてるのであまり使わないんですよね。仙人の修行はバリエーション豊かだね。ミニゲームみたいな感じですかね。たまにしょうもないのもあるけどね。ありますね。ここは隠し通路を通って階段を目指すという修行。果たしてこれは修行というのか。初見だと意味がわからないと思うけど、隠し通路があるのがわかれば余裕でクリアできるかな。隠し通路ってこういうことですか。仙人がめっちゃ追ってくるんだけどルートを知っていれば5分どころか数十秒でクリアができるよ。それでも最初の頃は苦手でしたね。上回りでも結構いけちゃうんだよね。抜け出せましたね。一発通過だから人気度が上がるけどコンスタントに上がってる割に全然なんだよね。
それでいて後半に人気度が90以上じゃないと入れない場所とかあるんですよね。仲間が死ななければカンストするんだけど、通常プレイだと結構平気でやられるからね。このゲームってそんなに難しいんですか？戦闘バランスがめちゃくちゃだから難しいよ。ということで光の速さで完成したおむすび村に来たよ。こんなに早くできるなら鬼退治もできたのでは。取り逃がしたアイテムを回収できるけど大したものは入ってないね。でも親切ですよね。そしてとっても豊かな村ですね。米田原は旅立ちの村から取り寄せているようだ。村同士の交流の会話が結構多いですよね。そして村長に話しかけてお礼をもらうよ。何をもらえるんだろう、ワクワク。そういう素直で純粋な感覚いいですよね。本当に羨ましい。ということで新月の水晶を入手。さっき割れたばっかりの水晶にもう名前がついてるのか。仕事が早い。そして銀次は何をやっているんだ。ファミレスのお会計時の連れみたいな距離感。水晶が手に入るのが早いな。結構おにぎりがもらえるんだけど回復量的に微妙だな。でも善意ですからね。ボスを倒すと改心した鬼が村に住み着くんですよね。素晴らしい共存と共生の精神だ。額があるね。おにぎりだらけですね。無駄に道具欄を圧迫するよ。そして序盤の難関である松葉さんを目指すよ。その名前が懐かしいわ。トカゲの尻尾ですか。ここでエンカウントテーブルが変わるからね。トカゲは適度にダメージを与えると確率で尻尾を切って逃げる。尻尾は薬屋に持っていくと薬に変えてくれるんだけど、後半に必要なイベントが出てくる。そんなイベントありましたね。面白そうなゲームだ。そして尻尾がリアルだな。最近トカゲも見ないな。カナヘビですよね。そして当時苦手なダンジョンだったな。無駄に長いんだよね。昔の旅は命がけですからね。インフラのレベルが違うしね。ここは桃太郎伝説名物の鬼を全滅させるところからだ。なぜか律儀に1体ずつ襲ってくるんですよね。律儀だな。5体倒すんだけど敵バリエーションはわずかに種類。鬼の単価の切り方がいいですね。さすが鬼ですね。その辺りのフィールドでも出現する馬鬼だな。体力はさほどないけど痛恨の一撃をしてくるから舐めてると痛い目に遭うよ。あまり苦戦した記憶はないですけどね。雑魚だからな。かわいそうに。カルラも最初から最強の敵を配置してさっさと滅ぼせばいいのにね。それ RPG では言っちゃいけないやつ。敵も意外と優しいんですね。このゲームの敵はとんでもなく悪いやっこだけどね。それでいて下っ端に全く信頼されてないのもリアルなんですよね。そこそこレベル上げしてるから当時よりも楽だな。おっと、素晴らしい演出。門が開いて神 BGM ですからね。ここから長い旅が始まるんだけどね。そして敵が一気に強くなるよ。本当にしんどいんですよね。変化率も高いし回復ポイントも遠い。そしてさっきボスだったジグモがもう雑魚キャラだ。恐ろしい。青いハリネズミってところがちょっとギリギリだけど、こいつは針を立てると攻撃を反射してくる。本当ハリネズミが出てくるゲームが多いですね。当時流行ったんですかね。マーセガの彼のせいだと思うけどね。セガ？彼？ただレベルを上げてるとはいえ先が思いやられる強さだよ。そしてつづらを開けると土器が出るよ。このびっくりマンカン大ピンチじゃないですか。結構なダメージを与えてくるので辛い敵だけど倒せなくはない。一度村に戻って回復したいけどね。そういうところがスーファミ版のテイルズ・オブ・ファンタジアよりもマシですな。あれはあれで様式美的な感じだけどね。銀次さんが頑張って耐えてくれましたね。人気度が下がるから死なないでくれよ。ちなみに桃太郎がやられたらその時点でゲームオーバーだよ。本当ストイックな仕様ですよね。分岐は多いけど迷路ではないからまだ探索しやすいね。その名の通りのムカデは本当に嫌な敵だよ。リアルすぎて嫌だわ。これは可愛くない。体力も多くて攻撃も痛いけど何よりも呪ってくるんだよ。このゲームは呪いを解くのがとにかく面倒なんですよね。呪いは嫌ですね。中には呪いを解いてくる敵もいるんだけど、アイテムを使わない場合はスズメのお宿じゃなくて神主のいる村に行かないといけないからね。そして無駄に固いな。今回はこいつを倒して終了だ。ややキリが悪いですけどね。善と多難です。まあのんびり行きましょうな。次回もまた見てくださいね。まだまだ続くよ。楽しみに待っててね。